週 TV。 ハンガーエンデジングでありがせよシューミだ。皆さんこんにちは、シューです。皆さん今日は日本の家を紹介したいと思います。日本は2階建ての一戸建てが多いです。3階建てもあります。早速中に入ってみましょう。レッツゴー。おー、こんにちは。こんにちは。はい、はい、今日さえちゃんが紹介してくれます。今日ガイドです。ガイドさん。ここは玄関ですね。玄関ですね、広っ。はい、じゃあまずここ入ってみます。はい。ここ和室でしょ。うん、和室。はい、あ、じゃあここ開けてみます。なんか怪しくない？うん、オープン。おお、ね、広い。ここも部屋なんだ。お部屋が2個繋がっています。はい、あ、和室と洋室って何？洋室はフローリングって言って木の、このね、床が木の床です。うん、和室はこの畳という、うん、で床が畳になってるのが和室という。日本しかないと思います。日本しかないです。これはすごくいい香りがします。はい、なんか和室がなんか独特的だね。うんうん、はい。じゃこれなんだろう。これ、これその奥にあるのは、これは、仏壇といって、亡くなった方に祈りをするところですね。お墓じゃないよね。お墓ではないです。お墓は別で、仏壇はお家に置くものです。ここになんか報告したり、行ってきますって言ったり。亡くなった方の写真とかありますよね。うん、そうです。先祖ですね。食べ物も置くの？はい、果物とか、その日に作ったごちそう料理とか一緒に食べるためにここに置いたりします。これは日本の、歌舞伎という、うん、あの芸ですね。それの飾り物ですよ。この毛とかがね、糸でできてるから近くで見るとすごい面白いです。布も洋服もね、ちゃんとこんな、うん、できてるよ。はい、男？あ、男です、男。だからじゃあこれも何かな。ここは、床の間って言って、うん、ここに何か飾ったりする専用のスペースですね。でこの奥に飾ってるのは、うん、掛け軸って言って、うん、日本の和室があると大体飾ったりするんだけど、上からなんか吊るしてこうね、そうですね、素敵な絵を飾ったりします。素敵だね。この部屋は、ここはこのスペースは和室にしかないです。 あとこんな広い部屋は何、使い方他にありますかね。この広い部屋は大体まあ和室は寝室にしたりとか、うん、あとは冬になったら、あのこのテーブルにこたつにしたり。あ、ごちそう、うん、ごちそうもここ並べてみんなでね、うん、お正月宴会したり。そうですね、うん、いろんな使い方ができます。うんうん、はい、じゃあ次行ってみよう。はい。はい、じゃあここはトイレです。うん、うちと私たちの上と同じようにこうなってます。そうなんだ。わお、うん、わお、自動。わー、やっぱ同じだね。やっぱりさ、うん、全部のトイレは水は出る、絶対出るね。うん、じゃあはい、次リビング行っていきます。はい、暑いんだって。はい、いいんです。はい、じゃあここはリビングで、うん、このキッチン、またまた広いね。うん、いいんですね。はい、ここはお風呂場です。うん、手洗いところで、うん、ここお風呂、ここは洗濯機今回ってる、うん、おお、お風呂だ。
ここもまた広いね。全部広いね。広いね。本当に全部広い。日本人はお風呂が命ですから。そう、毎日入らないと寝れません。1階には部屋が3つありますが、1つだけ部屋を紹介したいと思います。はい。じゃあ行きます。上がります。はい。私の家と同じだね。同じ感覚だけど、ちょっと違うんじゃない？うん。ここがベランダです。ベランダ。またテラスとベランダってどうなってる？あっちよね。わあすごいね。広い。はい、こんな感じです。こことここは部屋なんですけど、今公開できません。うん、はい。あっちだけ公開します。はい、そうです。わぁじゃあここ部屋ですね。じゃあ開けてみます。おぉ何ドラム？ここは洋室すごい。洋室、ここ洋室で、あ結構あるよ、ね、床が違いますよね。ここはクローゼット、クローゼットですね。はい、ここじゃあここもトイレ？2階のトイレです。2階のトイレあるんだ。かここも同じですね。ここは自動じゃないんだね。違います。なんかトイレ可愛い。ここまで。じゃあバイバイ。みんなもどんな家かな。バイバイ。